大分市美術館に隣接している自然や芸術に触れながら体験活動ができるこちらの施設チャイルドハウス、今回はこちらで開催されるイベント、ちびっこ工作ルーム手と手と手をご紹介します。大分市美術館の隣、チャイルドハウスをご存知ですか？未就学児から中学生までの児童生徒が自然や芸術に触れながら遊んだり体験活動ができる施設です。無料で利用することができ、施設内にある道具を使って自由にお絵かきや工作が楽しめますよ。今回はそんなチャイルドハウスで10月から3月まで月に1回開催されているイベント、手と手と手にお邪魔します。今回はハロウィンをイメージしたお面を紙皿で作るそうですよ。どうですか、できましたか？できた？どんなのができたか見せてください。じゃじゃーん、お、素敵。このイベントに参加するのは初めてですか？10月にスタートするタイミングで毎年来ています。どうですか、こうやって親子で工作体験っていうのは？いつもとちょっと違う子どもの様子だったりも見れるし、他の方の見て自分が刺激を受けてこう変えていくっていうのを近くで見られるので、すごくいい体験だなと思っています。あほちゃん、工作するの好き？今日は作ってる時一番何が楽しかった？お花？なんか次作ってみたいのとかある？ライオン。ライオン？おー。見せてください。じゃじゃーん！かっこいい！どうですか、お子さんと一緒に工作してみて。とっても楽しかったです。家でなかなかできないことをさせてもらって、すごいありがたい体験ができました。すごい！シルバーのリボンと赤いフィルムとお耳もついてますよ、お母さん。ついてますね。え、ポイントどこですか？可愛い猫ちゃんのお耳です。なるほど、猫の耳なんですね。今回こういう場に来てどうですか？すごい楽しかったです。集中して作ってました。完成！やったー！じゃあつけてみてくれる？可愛い、上手だね。どういうところをポイントに作ったの？この耳。この耳ね、かわいい。作ってみてどうだった？楽しかった。何するのが一番楽しかった？耳。あ、やっぱ耳なんだ。じゃじゃーん、かわいい。すごく似合ってるよ。作ってみてどうだった？楽しかった。楽しかった。このひげ作る。このおひげだね。上手だね。すごい素敵なのできましたね。ありがとうございます。どうですか、親子でこうやって工作してみて。こうやって初めて参加したんですけど、なんか思ったより上手にできて楽しかったです。じゃーん、あ、素敵。上手。かっこいいよ。参加した子どもたち、とっても楽しそうに工作に取り組んでいましたね。さて、ちびっこ工作ルーム手と手と手、次回の開催は11月3日午後1時15分からです。木と革を使った小さなお家を作ることができるそうですよ。ぜひお越しください。工作をする子どもたちの目、すごくキラキラと輝いてましたよね。大分市美術館の隣、自然豊かなこのチャイルドハウスで親子の絆を深めてみませんか？